Find the road now. There are dogs on the loose around here. We're out here awfully late. True, but I'd say the meeting was worth it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. And tonight marks a big step forward in solving that. I suppose you're right. But dear, I did want to talk about Bryce. What happened? Someone's out there. No! Power finished. Time for your reward.少々お待ちください。履歴書を確認しておりますので。お待たせしました。履歴書を拝見しました。佐々木さん、私今回担当を務めます春日と申します。よろしくお願いいたします。知ってるよ、有名だからな、あんたは。そうでしたか、それは恐縮です。で、どんな仕事回してくれんだい、春日さんよ。その前に、佐々木さん、室井興産にお勤めだったとのことですが。そう書いてあんじゃねえかよ。室井興産は暴力団横浜日渡し会の廃品回収部門を担うフロント企業で、社員は全て組の構成員のはずです。詳しいね。室井興産を会社都合により退社と書かれてますが、これは日渡し会が先月解散したことに伴う廃業かと思われます。そう言いありませんか。ああ、そうだけど。では室井興産にお勤めだったということと、その立派な彫物等を合わせて考えますと、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんか。だったら何なんだよ。そのことを履歴書に記載する必要があります。あのな、なことバカ正直に書いて誰が得すんだよ。少なくとも雇用主は事前に把握しておくべき情報です。はぁ、
そういうおままごとはいいんだって春日さん。こっちは例の噂聞いてきてんだ。例の噂とは？あんたが俺みたいな元ヤクザモンに割のいい仕事回してるって話だよ。浜の駆け込み寺って評判じゃねえか。何のことでしょうか。私は一階の職員に過ぎません。だからそういうのはいいんだって。こっちも暇じゃねえんだ。であればまずは履歴書を書き直すところから始めましょう。何か記載できる資格はありますか？あれば求人の幅が。だからそういうのはいいって言ってんだろ。他のお客様のご迷惑になりますので施設内ではお静かにお願いします。佐々木さん、私どもの仕事はお客様と雇用主様お互いに最善のお相手をご案内することです。ですが佐々木さんを見て雇いたいと思う方はいないでしょう。今のあなたはただの元ヤクザです。お客様にご案内できる仕事はありません。どうぞお引き取りください。てめえ。まだやんのかい。くそ、なんだよ話とちげえじゃねえか。とんだ無駄足だバカらしい。お騒がせして申し訳ありません。もう大丈夫ですので、次お待ちのお客様、4番カウンターへどうぞ。あ、いや、どうも。お疲れ様、春日さん。ああ今日大丈夫だった？ああ全然大丈夫っすよ。それよりすんません、騒がしくしちまって。あ、いやいやいや、むしろいつもああいう手合いの相手してもらっちゃってこっちが申し訳なくて。気にしないでください。俺なんかでお役に立てるんなら喜んでやらせてもらいます。拾っていただいたご恩にチリ答えてみせますんで。いやさすがは浜の英雄だね。頼もしいよ。ちょっとその呼び方は勘弁してくださいって。だって都知事と警察のお偉いさんの犯罪を暴くなんてまさに夜通しのヒーローじゃない。いや大げさだし、だいぶ前の話っすよ。僕たちは同じ職場の仲間ってだけで誇らしいんだよ。春日さんももっと自信持っていいと思うな。お言葉だけいただいておきます。それじゃあ俺今日はこれで上がらせてもらいます。お疲れ様でした。